原優子、原優子、原ゆう子、1956年12月11日体は、日本の女性ミュージシャン、シンガーソングライター、サザンオールスターズのメンバーで、キーボードを担当。本名、桑田優子。旧姓、原。神奈川県横浜市出身。所属事務所はアミューズ。所属レコード会社は、JVC ケンウッド・ビクター・エンタテインメント。 所属レーベルは大したレーベル。青山学院大学卒業。愛称は、原棒。夫は、サザンオールスターズのリードオフマンを務める桑田圭介。神奈川県横浜市内の横浜市立本町、小学校、吉田中学校を卒業後、高校入学と同時に、フェリス女学院高等学校に編入、卒業。青山学院大学文学部英米文学科卒業。 フェリス在学中に友人とフォークディをジェロニモを組んで、ボーカルギター担当で活動する。大学入学後もジェロニモは続けていた。ジェロニモの名前の由来は男らしくて力強い名前であり、また原はジェロニモを結成してから私の高校生活は明るいものになっていったと当時を10回している。大学入学後、桑田圭介。 関口和幸らが所属していたサークル、ベターデイズに入り、桑田らのバンドにもピアノの技術を買われて参加する。原が桑田に抱いた第一印象は、なんとなくいじめっ子っぽかった。こんなにわかりやすい人と結婚するとは、夢にも思わなかったとのこと。しかし、桑田が、クリームやディープパープルを歌うのに聞き惚れた。一方、桑田は、原がピアノで、エリック・クラプトンの イトシレイラを演奏する腕前に心底驚いた。1979年、桑田が原に、ずっと一緒にいよう。と告白して、その数日後に、原に電話口から聞かせた曲が、イトシエリーであった。在学中にサザン・オールスターズとして、勝手にシンドバッドでデビュー。キーボードのほか、私はピアノ、そんな広しに騙されて、鎌倉物語などでは、 リードボーカルも務めている。初期を除き、サザンのアルバムでは一曲ずつ腹がボーカルを取るのが通例となっている。近年はシングルのカップリング曲でもボーカルを担当。サザンとしてデビューする前は自分の声に自信がなかったことを述べている。理由は小学生の頃に父に買ってもらった小さなテープレコーダーでウルトラセブンの歌を歌って吹き込んだとこ、払いくその声が 変な声だったためだと言い、普段自分の頭を通して聞いている声と外に出ているのは違うと教えてもらって愕然としたという。ピアノは幼少時から習い、洋楽は兄の影響もありエルトン・ジョン、ビリー・ジョエル、レオン・ラッセル、エリック・クラプトンほか、ブルースを特に好んで聞いていた。ピアノもブルースやサザン・ロックを意識した泥臭いプレイを心情としており、腹自身、 ピアノを弾くときは男のつもりで弾いていると語っており、桑田も時々おっさんがピアノ弾いてるように冷ますると語っている。こうで披露することは少ないが、アコースティックギターの演奏にも長けており、特にスリーフィンガーピッキング、アルペジオについては桑田が俺より上手いと語っている。ギターを弾くことが少ない理由として、腹は指先の硬さが変わってしまうので、 ピアノとギターを両立させるのが難しいと語っているが、サザンのライブ、1995年、ホタル・キャラフォーニアの、チャコの海岸物語など、や、単独のイベント出演などで何度か演奏したことも、ある。2009年5月18日放送の、桑田圭介の音楽トラさんでは、テレビでは珍しくギターを演奏し、そのテクニックを披露した。 ソロ作品も数年おきのペースでリリースしており、恋はご多忙を申し上げます。アジサイの歌、花咲く旅路など多くのヒット曲を残している。ソロ作品のリリースに合わせ、単独で CM や音楽番組への出演もしている。1991年には第42回 NHK 紅白歌合戦への単独出場を果たした。アニメ、 やわら、で少女らしさを全面に押し出した楽曲、負けるな女の子。と、少女時代が起用されるなど、少女が主人公のアニメ作品の主題歌を担当する、こともある。近年では2012年公開のアニメ映画、桃井の手紙の主題歌、うるわしは滅ば美しき場所を担当している。コメディアン的な才能も高く評価されており、なお、サザンのメンバーは、全員そうした評価がされている。 萩原健太は、サザンの勝手に、ナイトの腹について評価し、桑田と原優子コメディアン転校説について語っていた。2013年のライブ、灼熱のマンピー、G スポット解禁。で、マンピーの G スポットを演奏した、サイの過激なみこしを登場させたパフォーマンスに、いいのかなと懸念を陰ながら示す。2014年のライブ、羊だよ。全員集合。 で、クワタが、同年秋に授与された、四受報章を披露することに対して、大丈夫と、心配するなど、常識的な側面があることを、クワタや野沢秀幸が証言している。なお、原は、クワタの一部の楽曲やパフォーマンスが物議を醸したり、することに対して、そんな時は、一緒に怒られましょうねという気持ちですとコメントしている。また、2014年のライブで起きた、 騒動の影響で炎上や曲解を恐れ、詩を書くときは気をつけなければと思うようになり、桑田に対して変な曲解されませんようにと祈るようになったことや、騒動への謝罪の内容が正確に伝わるように、伝えることの難しさを角田光代との対談で明かしている。亀田誠二は、桑田の妻である原の存在が、サザンの楽曲のエロティックな表現の品格を上げていると評価している。 また、桑田夫妻と交流がある、竹内マリアは、桑田を、ライブで、いつもふざけて、バカばっかりやってるとした上で、サザンオールスターズの主体は、やっぱり厳望だと確信したと評している。ソロ名義でのライブは、1981年の学園祭ツアーと1991年のホールツアーの2回のみと少ないものの、 1997年の AAA での谷村由美との共演。1998年と2003年のビギンのライブへのゲスト出演。1999年に大阪城ホールで行われた母親たちへ送るイベント、マザー、エスラブへの出演など、ゲストとしてイベントへ単独出演し、ソロ曲を披露している。実家の家業として横浜館内駅前の天ぷらや、 天吉を営んでいることでも有名で、数多くのファンが訪れている。サザンの初期の楽曲、今夜やたにの中でこの店のことが歌われいる。しかしながら、原自身は、エビ天を食べるとジンマシンが出るらしい。桑田は、2008年のライブ、真夏の大感謝祭のメンバー紹介の際に、エビのたたりと発言している。桑田のレギュラーラジオ番組、桑田圭介の優しい夜遊びでは、 1> 年一回、新年一回目の放送にゲスト出演するのが恒例となっている。2007年8月8日に発売の竹内マリアの新曲、チャンスの前髪にゲストボーカルとして参加、さらに11月7日には風味堂とのスペシャルユニット、原風味、原優子、風味堂として新曲、夢誓った木の下で、を共作した。同時に、 映画、リトル・レッド・レシピ・ドロボーは誰だ日本語主題歌として制作された、大好き。ハッピー・エンドも収録されている。ラが、コラボレートシングルを発売するのは、みんないい子以来10年ぶりで、サザン系列以外のバンドとの共演は、初となった。2009年4月3日から、朝日新聞勇敢にて、各週金曜日にコラム、味わい夕日新聞を連載しているが、 2010年8月9日付で、桑田の食道癌の治療のサポートに専念するため一時、救済。桑田の復帰後の2011年1月から再開し、2013年3月に最終回を迎えた。作曲をすることよりもアレンジを考えたり、コーラスやカウンターのメロディーをつけることを好んでいると、いい、自身が作曲をするのは、 タイアップ先からのオファーや桑田からの助言があってかであるという。桑田はミュージシャンとしての腹を楽器のラインを書く才能がすごくある。弦の鳴り方や歌に対しての楽器の乗せ方がすごくうまいと評価している。また、桑田自身が腹にミュージシャンとしてここだけは負けると思うこととして、もしかしたら本気で曲を作らせたら負けるんじゃないかなと語っており、理由は クワ本人は絶えず、ステレオタイプ的な作風であり、作曲のツールの一つに、バンドという形態が必要であるのに対し、原はそういったところがなく、決してパロディ的な感覚で作らないからであるという。ライブやレコーディングでは、主にコルク社製のキーボードを使う。好きな歴史上の人物として、坂本龍馬を挙げており、産休中に、芝龍太郎の、 龍馬が行くを読んだことがきっかけ。また、京都を旅行した際に、龍馬ゆかりの地を訪れた際の写真を、アミューズの後輩で、NHK 大河ドラマ、龍馬伝の主演を務めた、福山雅春に送ったこともある。憧れの女優として、吉永さゆりを挙げており、こんばんは、吉永さゆりです。2010年4月4日12日放送分に、ゲスト出演し、 共演を果たしている。この回の収録にあたり吉永は口述する原の著書、娘心にブルースを読み呼び知識を持った上で、番組を進行した。落語ファンで歩くわの影響もあり、夫婦揃って、カ春ラ・ハルのファンになったことを述べている。ちなみに、ハルは、涙の天使に微笑みをお好きな曲として挙げている。すべて個人での出演によるもの。 グループでの出演などはサザンオールスターズ出演の節を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。